さあ審判団を先頭に両チームの選手が入場してまいります。メインスタンドから見て右から左に攻めるのが SC 相模原。藤本純吾のキックオフでゲームがスタートしています。 J3 リーグの第23節 SC 相模原対ロアッソ熊本の一戦です。さあ斉藤のロングスロー、さあこぼれ球も斉藤です。中に入れて鹿沼のヘディングシュート、ここはゴールキーパー内山セーブです。斉藤のスローイン、これロングスロー、梅井が競ってこう決めていきました。決めたのは富澤です。相模原先制です。ロングスローからフリックしたのは梅井、そして最後頭で押し込んでいったのは富澤清太郎です。相模原の得意の形の一つです。このロングスローから相模原が先制に成功しています。決めたのは富澤清太郎。さあ今キックオフされました J3 リーグの第23節 SC 相模原対ロアッソ熊本。石川のパスを受けた川原、中を見て右足のクロス、ファーサイドヘディングシュートまで持っていきましたが枠を捉えることはできませんでした。ここはファーサイド飛び込んでいきました姿です。さあ石川へというところですが、これカットされています。ホムロから縦に出して有利、強さを見せます。姿が跳ね飛ばされました。さあそしてホムロが出てきました。オフサイドはありません。1対1、枠を捉えることはできませんでした。ここ強さを見せてこのまま運んでラストパス、ゴールキーパーとの1対1になったホムロ。さあ姿から谷口、谷口から中原がここにいます。さあ細かくつないで浅川のシュート、うまく攻撃の形を作っていきました。そして江藤が前に送っていきます。これ跳ね返されます。そしてここで笛が鳴りました。